今日はこの出陣式に先立って知事が会見を開いています。最後のプレゼンとなる IOC 総会では、 IOC 委員の心をいかにつかむかが勝負の鍵となります。プレゼンターは一体誰になるのでしょうか。出陣式に先立って行われた会見では、プレゼン登壇者が発表されました。プレゼンターは猪瀬知事をはじめとする7人で、フェンシングの太田雄貴選手、パラリンピアンで走り幅跳びの佐藤真美選手、さらにはタレントの滝川クリステルさんらが登壇します。猪瀬知事は最後のプレゼンへの意気込みを述べました。最後のプレゼンテーションでは、東京の持つ安全性、輸送システム、強固な財政力、そういう側面をさらに強調しながら、平和のトップリーダーである日本の存在感を示したい、そう思っております。チーム日本は今最高のチームワークで戦い抜こうとしています。ブエノスアイレスまで届くような大きな声援を一つよろしくお願いいたします。パラリンピアンの佐藤選手は、東日本大震災で被災した宮城県気仙沼市出身です。スポーツから大きな力をもらったことをプレゼンでも伝えたいとしています。震災は自分自身ももちろん自分の育ててもらった場所ですし、すごく大きなショックを受けました。一緒にスポーツをしたり、こう夢について語り合ったりする中で、もう一度自分自身も頑張ろうっていう気持ちになってロンドンを目指しました。すべてがこうつながっているという意味で、故郷の皆さんにも見てもらいたいなというふうに思っております。感謝の気持ちを伝えたいなと思います。政府関係者からは、安倍総理も登壇する見通しで、国を挙げた支援をアピールする方針です。